1番、2番、3番、4番、6番、5番でスタートしていきました。横一線に近いスタートから1幕に向かっていきます。インコース1号艇中北先行体制、3号艇の鈴木が外を行きました。さらに外を大きく包んで6号艇に最内4号艇が切り込んできたのは中尾優香、先頭4号艇の中尾、そして1号艇中北判定心アウト、後方から追走、それに3号艇の鈴木となっています。スタートは前提正常です。さて4番の懐まで3番向きましたが、力強く4号艇中尾トップで2マークを返しました。その後の1号艇3号艇は接戦になっています。